皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。7月3日、SnowMan のラウール21が公式ブログ、S の日常を更新。グループのメンバーで大親友の目黒蓮27、主演の連続ドラマ、海の始まり、フジテレビ系の第1話、7月1日放送。お視聴し、目黒への愛を熱く語ったことが話題となっている。画像 メグロハスの顔サンド攻撃で顔がげっそり顔文字になったラウール。ラウールさんのブログによると、スノーマンに加入したばかりの頃に、メグロさんと俺らにとっての個人でのホームラン、つまり個人活動の目標の話をしていたことを最近思い出したといいます。当時、ラウールさんは、メグロさんにとってのホームランはヒットドラマの主演だと話していたそうで、今回の海の始まりで本当に。 ホームランを打ったことに感激したそんな心境がブログに綴られていました女性誌編集者「海の始まり」は初回見逃し配信が2日間で178.3万再生を突破この数字は「サイレントが記録していた藤歴代最高記録161.8万再生を上回るペースで今後もますます伸びていくと思われる数値は7月2日時点の TVer と FOD の合計値ビデオリサーチ調べ TVer のお気に入り登録者数も7月4日7時の時点で81万を突破している。ブログには当時のラウールさんにとってのホームランが何だったのかは書かれていませんでしたが、おそらくそれはパリコレモデルだったのではないでしょうか。もちろんそれ以上の目標があった可能性もありますが、全同。 ラウールはデビュー前からパリコレモデルが目標であることを何度も公言していた。デビュー後はモデルとしてのキャリアを重ね、2023年1月にパリコレのランウェイデビューを果たした際は、メグロも現地で見守っていたことが話題を呼んだ。ラウールは当時パリ滞在中にインスタライブを行い、ずっとめめ、メグロは俳優業を頑張りたい。俺はモデルを頑張りたいって言っていて。 ようやく2人ともそれぞれ開花し始めてと2人の夢が叶いつつあること、お互い頑張っていこうとパリで改めて約束したことを明かしていた。2人とも、鉄人の声も、1年半前のパリの誓いに加えて、ラウールさんは今回のブログで目黒さんのことを、鉄人と表し、絶賛していました。目黒さんは自分の努力を積極的に語ることはないですが、 グループ活動と並行して俳優業にどこまでも本気で取り組むタフネスの持ち主で、強い意志を持って仕事をやり遂げる姿勢が評価されている。強い意志と強い体、2つの意味で、鉄人ということかもしれません、前室の女性誌編集者。ラウールのブログは話題沸騰となり、多くの反響が寄せられている。 ラウールくんメグロハスのすべてを知ってるわけではないと言ってるけど世界中でたった一人それを言語化してくれるスーパーマンだと思うその言葉が世界のすべてでそれ以上でもそれ以下もないよダンス大会ワールドヒップホップダンスチャンピオンシップ2024と主演映画赤羽コッシのボディガードとモデル活動とプロモと並行してる現役大学生のラウールさんも立派に社畜で鉄人だと思うんだけど そのラウールさんにその才能が欲しいとまで言われるメメ太郎の鉄人ぶりってどんなやねんスノーマンってめちゃくちゃ強くないとなれないんだかっこいい。ラウちゃん、目黒くんのことたくさん教えてくれてありがとう二人の良い関係性が伝わってきたよ。などの声が多く寄せられている。また、メメラウ、コンビの仲良しぶりがわかる写真がスノーマンの公式 X で紹介され、こちらも大きな話題となっている。 スノーマンは7月31日にイレブンスシングル「ブレイクアウト君は僕のもの」の発売が控えています。収録曲「君は僕のもの」が渡辺翔太さん31主演の「ちんたお君は意地悪、テレビ朝日系の主題歌であることにちなみグループの公式 X は2人1組でシャープメンバー名「君は意地悪、と題した写真を投稿していますがその一つがめめラウコンビによる 目黒くんは意地悪、フォトだったんですよね、前室の女性誌編集者。7月1日に投稿された写真は、良い笑顔の目黒がラウールを後ろから顔サンド攻撃、している、というもの。ラウールの表情は、この絵文字みたいになりました、と、頬を押さえてげっそりした表情で叫んでいる絵文字が添えられている。コメント欄には、同様の絵文字でリアクションしているファンが多い。 俳優とモデル、違う分野でまばゆい輝きを見せ、大人気のスノーマンのツートップとして活躍している2人の友情はいつまでも変わることはないだろう。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会い